ライジング。こんにちは、ライジング株式会社の伊藤です。今回は今新電力に乗り換えたら電気代を節約することができるのかを検証してみました。結論から言うと、新電力を使うことで電気代は節約できる場合があります。では今回比較対象として東北電力の重量電灯 B を契約している方が新電力に移行する場合でシミュレーションしてみます。新電力を選ぶ上で一つ重要なポイントがあります。それは燃料調整費です。東北電力は大手電力会社では燃料調整費に上限を設けており、一定額以上高くならないよう調整していますが、新電力では燃料調整費に上限がないパターンがあります。この場合、将来的に燃料調整費の値上がりによって従来の東北電力の電気料金より高くなる場合がありますので、今回はそちらも考慮した上で検証してきます。比較対象の東北電力の契約プランが重量電灯 B、 家族人数が3人以上で想定した契約容量が40アンペア、月の使用量が400キロワットアワーの電気料金でシミュレーションすると13,805円となりますので、これをもとに検証していきます。では東北電力と比較して最も節約できる新電力、それはドコモ電気です。ドコモ電気の電気料金は東北電力の基本料金プラス500円、電気料金は東北電力と同じとなっており、これだけで比べてみると東北電力より500円高い計算となります。しかし携帯と電気料金の支払いに D カードゴールドを使用すると、それだけで支払った額の 10% がポイントとして還元されますので、ドコモの携帯を利用している方、または D ポイントを貯めているドコモ経済圏の方にぜひおすすめです。ただしドコモ電気は先日燃料調整費の上限を撤廃しており、将来的に燃料調整費が高くなった場合にはお得にならない可能性もあります。こちらの試算は東北電力の 13,805 円にプラス550円で 14,355 円、 D ポイントが1400ポイントになりますので 12,955 円、年間で 11,000 円お得になる計算となっております。現在のドコモ電気の燃料調整費は2022年11月分で 1kWh あたりプラス 3.66 円で横ばいです。一般家庭での1ヶ月の燃料調整費は1100円程度ですので、東北電力より900円燃料調整費が高くなるまで、獲得 D ポイントを加味して節約する試算となります。今回いろいろ調べてみましたが、ドコモ電気以外に収支がプラスとなる新電力はありませんでした。格安を売りにしていた新電力のプランはどこに行ってしまったのか。実は新電力の電気料金が2022年10月までにかなり割高になっているケースが多く、今までお得に利用できていた新電力会社も軒並み東北電力より高くなっているというのが現状です。現時点で一番電気代を含めた節約になるのは太陽光と蓄電池の設置になることはお伝えしましたが、ライジングではそれ以外の方法でもご家庭で電気を節約する方法をこれからも検証していきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。太陽光や蓄電池、ゼロエネルギーハウスについて何か聞きたいことがございましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。ライジングでは環境対策や経済メリットが両立できる太陽光発電の導入やゼロエネルギーハウスの建築を行い、皆さんの暮らしや地域に貢献し脱炭素社会を目指している会社です。こちらのライジングチャンネルでは、皆さんのご家庭や会社の太陽光発電の導入を成功させるための情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。